来期の、発表になります。来期は、高齢者向けに、よさこいの練習を月2回行っている、リンクが指導しているチームで高齢者向けのよさこいを行っていますが、ちょっと私の方がどんな感じかっていうのを話すよりも、まずちょっと質問の方をお二人に聞いてみたいと思います。来期の練習どうでしょうか。楽しいというか超楽しいです。見てください。代表の、吉村英子なんですけれども、この癒しの笑顔でいつも私たちを楽しく教えてくださってます。この年になってこういう風な会場で踊れること、本当にありがたいことだなと思っております。ありがとうございます。大事の練習はですね、先ほど出てきました子どもたち、元気な子どもたち、美しい女性たち、かっこいい、男性たち、そこに我々シルバーも入って一緒にこう踊っています。その雰囲気が非常に楽しいですので、これからも続けていきたいと。ありがとうございます。来季の代表が昨年手術を2回しまして、ガンちゃん手術を2回しまして、で今は元気に練習の方にも戻ってきています。本当に来季さんなんですけども、私たちが指導はしてますけれども、本当にこうよさこいを通して、全世代よさこいを通して本当にたくさんの世代に関係ない交流ができるということで、私たちもたくさん来季さんから学べることがあるので、本当に幸せな時間を過ごしています。今日はその練習の成果をいつも通りここの皆さんに発表できたらと思いますので、温かく応援していただければと思います。精一杯踊りましょう。結構ね恥ずかしがり屋なんでね、いつも通り笑顔でお願いします。それでは参ります。東海よさこい東海道53次をお届けしたいと思います。時は平成、一人の祭りアホがただひたすらに祭りを求めて江戸から都へひたすら。Yeah.
エゴ回帰というオリジナル曲がリンクの発表がありますので、よかったら見てみてください。